名前をやり積もったことに対して、ああ一枚でも一人は一枚しか買っていただけないんで、この一枚を大事に作らなあかんなっていうのはものすごく思っています。数は何百ってしますけど、月に。けど人に行くのは一人にしかは渡らないんで、この一枚を大事にしたいなと心がけてはいます。またいろいろ頼りや電話なんかで、あ、一枚を大事にしてますっていう人も多いです。はい、これを大事にしていますっていう人、中には何枚もね持ってなる人もいますけど、だけど一枚やっぱりかけてるのは一枚やで、一枚を大事にしなあかんなとは思います。できないちょっと進歩してかんしね、やっぱ絶えずチャレンジというか、そういうことが大事なんじゃないかなと思うね。まあ、今のセール巻きにしたって、昔は全然、今現にそういう人を作った人がいないと、全然わからないと。
でもあえてやるっていうことはなかなかそこへ到達するまではどうやったんかなこうやったんかなと思うけど、出来上がってみるとこれは非常にやっぱ嬉しいわね。嬉しい、出来上がった本当に何やっていうけど、うん、出来た時の感動は何とも言えないね。あれは作った問題が分からんでしょこれは、うん。だけどやっぱりあの名前でそのちょっとやっぱり一枚一枚にね、今度は責任感というかね、うん、まあ、そういったものは芽生えてきますよね。その図面通りのこのメガネができるかどうか、うん、でやっぱりこのうちの場合はあのどちらかというと、うん、尖ったメガネでなしにあのともかく丸みのある、うん、やっぱりそこがまずあの地のこの角度のあるとこを丸く していかなきゃいけないし、地っていうのはあの安いを かけて調整する前で、最初からこの監視からに入れるわけにはいかない。材料そのものはやっぱり光沢とか艶とかっていうそういう面ではやっぱセルデルっていうのはやっぱいいもんやね。もう年数が経ってももう何ちゅうんかね、こう馴染みやすい、親しみがある、こうポイッと投げられんようなね、そういう感じの素材でないかね。
エッジっていう問題に関してはやはりこう研磨の技術やね、難しいっていうのはやっぱ技術ということはやっぱりある程度こう年を得て熟練したあの腕でないと到達できないと。まあ今3年5年で自分らの今あのバフローでも種類が多く使ってるんですけど、やっぱりこのエッジを立てるっていうことに関しては非常に技術が要するっていうことやね。なかなかもうすぐにできるようなものではないかなと思うんですね。それはやり方は誰かに教わる、まあ、これ自分の長年の経験でね、まあもう人に教えてもらったことでもないし、まあ熟練順かね、ほんで経験とまあそんなもんでないですかね。はい。